競技が終わってもその客席で見ずにウォーミングアップルームで皆さんその戦ってるっていう姿勢でいてはったでしょ6人が、はい、そういうメンタルの指導もすごかったって言ってしょうね、はい、しかし団体僕ねこんなこと言ったら失礼ですけど、はい、金取ると思ってなかったもっと失礼やいやでもいやそれぐらいここがすごいですよだから団体や団体でね金ってすごいじゃないですか、うんうんレベルが高いということですからね。レベル高い。やっぱり強敵はロシアとか、中国とか、そう。相手が失敗した時、ぐっと嬉しい。落ちよったみたいな。これ結構見れなかった。見られなかった。僕らのね、若い頃はね、彼らぐらいの時が日本強かったですからね、東京オリンピックとかの時はね。はい。まあでも、そのミスしたらっていうドキドキもあるでしょうけど、金メダル取ったら、やっぱね6倍以上のその喜びがあるわけですよね、うん、すごいなこれすごいですね、これすごいですよなんかこう有志ですよねまさにね並んでる姿が今回のオリンピックでたくさん金メダル取りましたけど、うん、そのうちのねあの代表的な金メダルです、ね、とかもう一番ネオチャルって言ってたよねみんな、うん、だからみんながすごいっていうのがすごい、うん、そうですよね、うん、はいさあという選手をせっかくお迎えしておりますので、うん実はですね直接わからないことを伺ってみようということでございまして、うんオリンピックの素朴な疑問にお答えするアテネのハテナ富田選手田島選手に聞いてみたいこと、はいいっぱいお寄せいただいております、はい、まずはこちらアテネのハテナ、うん、男子と女子とでは競技種目が違います、はい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 、鉄棒が段違い、はいはい、平行棒が段違いだったりとか、はいはい、お二人は女子の種目平均台とか段違い平行棒はできるのですか段違いちょっと待ってくださいね富田君から聞きます、はい、富田君は平行棒できるんですかできませんえ段違い平行棒できないの鉄棒できるのにまあ鉄棒あ蹴上がりだとか簡単な技はできるんですけど蹴上がりはできるけど、はい、車輪だとかになるとやっぱり幅が狭くなるんで、うん、足がぶつかったりだとか、ああそういうこと。要するに練習してないからでしょ。してないから。それもできるよ、ね。やっぱ、いやでも やってみたいなっていうのはないですか、平行棒。あでも男子が平行棒はちょっと見てて面白いな。面白いですね。男子は無理でしょ。のひな広げて平均台は平均台はどうですか平均台はもう怖くてやりたくないそうなんですか流行ってる方が怖そうですね鉄棒なんか怖そうなんやな鹿島くんはどうですか平均台はどうですか鹿島くんの平均台見たよ見たいわいやあれ10センチしかないんで、もう立ってんのがやっとぐらいかなっていう感じはやっぱりそれぐらい違う違うんかそうですかということはできないというのがはいできないですねできない、はい、我々はできないのとね、まあ、でもやればできないというベースのやれないということだと思いますけどね、うん、さあ続いてまいりましょう、うん、続いてはいきましょういや続いていきましょうやるって、はいうん、続いていきますか、はい、じゃあ続いての質問、うん、はてなはてな、うん、これね僕も聞いたことあるんです、はいはい、体操選手って、うん、筋肉のつき方で、うん、キャッチボールができないと聞いたことがあるのですが本当ですか、うん、堺市の川口春さん。どうなんですか。いや、本当キャッチボールは好きです。あ、ありです。いや、体操選手なんかできへんの聞いたことあるな。水泳聞いたことあります、ね。水泳でしたっけ。ボールが来た。ボールが来ましたので、え、体操え。ちょっとキャッチボールできるでしょ。はい。あ、じゃあちょっとごめんなさい。取っていただいて。キャッチボールだ。当たります。僕も中学時代野球部やで。今オリンピック選手と。顔赤いっすよ。誰も。ちょっと興奮してる。キャッチボールできるでしょ。はい。あ、なんか、あれドロップやな。こっちがヒリヒリやドロップやな。あ、そうなんですか。いやいやいや、普通ですよ。普通やろ。普通です。え、スミさんがなんか、スミさんのリハビリに付き合うでしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんね、もう。できるんですか。でもやっぱ振りかぶらないね。僕は基本的に球技は結構苦手な方ですね。あ、そうなんですか。そうなんです。肉の付き方とか。いや、あの、もともとあんまりやってなかったとか。でも、人並みに、ちょっと何を見てんの？いや、ごめんなさい。苦手のレベルが違うから。あ、そうですね。まあ、ある種特化したね、トレーニングをずっと続けてはるやろから。そういうことだと思いますね。まあ、そうですね。なんか褒美とかもらえた、みんなに。いやなんか会社を見たら、はいはい、なんかほら、ねあって賞金とか、はいはい、大きくなりました、報奨金とかいろいろ、ね、で親戚のおっちゃんが取ったら何かやるけどそういうね大きな企業とか別として、別として一番の友達とかね、うん、先生とか親戚のおっちゃんで一番ようけくれたって、こっち大阪のスーツ購入したとか、大阪の番組だったんでそこは一つ、そうだ、なんかありました。
まだあんまりいろんな人にも会ってないんで。大阪のおばちゃんの質問してもいい？何彼女とかにはちゃんとこう連絡して「撮ったよ」とか。ピク動きなさい。ピク動いて。撮ったよとかそういう報告とかは。いや。してないです。何がここあるみたいな。いやいや、忙しいよあれ。いろいろね、ご挨拶もせんなあきませんので。さあ、ということで、勝手に恒例にしておりますけれども、スタジオに、オリンピックの選手来ていただいた時には、記念撮影をさせていただくということになっておりますので、今日も大変申し訳ございません。そのまま座っておいてください。はい、お付き合いいただいて。後ろ立ちますから。みんなここに来て。よろしければ、そのメダルをですね、また首にかけていただいて。いや、その金を。はい。え、いいんですか？ありがとう。金じゃない。ということで、僕もう自分でかけたもん今。やると初めてだ僕。お二人も初めて。私も初めて。ね、お二人どうぞ。お二人ご自分ではいかけていただいて。ちょっと私の。お二人が銅メダル。すいませんもう。はい。はい。はい、ということでございまして。はい。金すごいよな。すごいな。はい。取った取った。大丈夫か。前だ。そうやね。はい。はいはい。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 ちなみにぷいぷいなんか見たことない。うちの最初さん。何そんなことですね。ちなみにお二人はぷいぷいの存在って知ってはりました。知らなかったです。テレビ見る間もない。テレビ見あんまり見てないね。そうですね。はい、ということで、はい、わざわざ無理を申し上げてお越しいただきました。富田選手、鹿島選手、どうもありがとうございました。ありがとうございました。泣かないように。メダルをなさい。これからも頑張ってください。頑張って。